先輩のこと、ずっと見てます。好きです。もしよければ、私とお付き合いしていただけません？お返事待ってます。電話か。あの、もしも、し。もしもし？もしもし？宮代先輩、ですか？あの、宮代先輩。はい、そうです。
おかけになった番号は現在電波の届かないところにいるか電源を切っているためかかりません。おかしいな。おかけになった番号は現在電波の届かないところにいるか電源を切っているためかかりません。こんな時間に。あれ、ウキ。なんだよ、こんな時間に。あの、その、すみません、突然。実は、これ。その、これ、お夕食のお裾分けなんですけど。お裾分け？はい。その、佐久間。ウキが作ったのか？はい。それでは私はこれで。あ、あの いただいた観葉植物、毎日大事にお世話してますから、もしよければ今度。お、いたいた。おはよう、タク。おはよう。ずいぶんと眠そうね。さてはまた夜更かししたんでしょ。いいよな。そりゃあんなことがありゃ。うん。ああ。なんだなんだ、そのすかした態度は。そうだよ。せっかくこうして教室まで。そもそもなんでわざわざ教室まで来るんだよ。そんなの決まってるじゃないすか。気になるからですよ。教えてよ。何の話だよ。だから昨日。別に尾上には関係ないだろ。なんだよ。さては大方の予想通り、単なるいたずらだった。そうなの？やっぱりな。俺もそうだと思ってたんだよな。つかそうに決まってる。だって宮代がだぞ。
まさかあの宮城がリア充にクラスチェンジするだなんてありえんもんな。ほらほら、みんなそんな風にしつこく聞くものじゃないわ。お？むんちゃんは気にならないの？私は別に。その割にはさっきからずっとここにいますよね。それは そう、ほら、ちゃんともらった手紙には誠意を持ってお返事しなきゃダメよって。ほう。だからまあタクルが教えてくれるっていうなら、そのねえ、それで？だからないいじゃん、いい加減もったいつけずに教えろって。手紙だよ。本物だったの？それともいたずらだったの？それは、とにかくその話は終わりだ。そんなことより僕たちが今話すべきは昨日できなかった企画の話だ。ケチ。いいじゃねえか、減るもんでもなし。そうだそうだ。なんと言おうとダメだ。というわけで昼休みに企画会議の続きをするぞ。いいな？なんで昼休み？部活は放課後だよね。あ、今明らかにギクってしましたね。つうことは放課後に何か？いや、それはあるのね。あるな。あるね。それじゃあまた放課後に行く。伊藤先輩、ちゃんと見張っててくださいね。おう、任せとけ。楽しみだね。つまりここまでをまとめるとだね、宮代先輩って人を外見で判断するんですね。幻滅です。それじゃあこの先を。宮代くん。おい宮代。え？宮代くん。いえ。122ページ4行目だ宮代。腕組みをして枕元に座っていると、仰向きに寝た女が静かな声で、もう女は長い髪を枕に敷いて、輪郭の柔らかな真っ白な頬の底に温かい血の色が程よく差して、唇の色は無論赤い。しかし女は静かな声で、宗主夢に胡蝶となると
と苦然として胡蝶なり。自分も確かにこれは死ぬなと思った。そこで知らず衆の夢に胡蝶となれるか、胡蝶の夢に衆となれるかと上から覗き込む。衆と胡蝶とはすなわち必ず死にますとも、と言いながら女はパッチリと目を開け、あなたも夢の中にいるの、早く出し、おいおい宮代くん、一体ど、え、あ、おいおい、いくらいいこと続きだからってしっかりし、どうやら寝ぼけてるようだし、顔を洗ってきた方がいいんじゃ。すいません。ウキ。おい。ウキ。あ、タクルさん。その、何をしてるんだ。実は、授業中にうっかり居眠りをしてしまって、それで先生に顔を洗ってくるようにって。居眠り？はい。最近、朝早くから夜遅くまで、施設のお手伝いをしているので、疲れてしまったみたいで。そうか。恥ずかしい話ですが。それじゃあ、私は授業に。ああ。皆さんこんにちは。お待ちかね、壁標ランチボックスの時間です。今日も皆さんのお昼ご飯を彩っちゃいますよ。というわけで、しばらくの間お付き合いくださいね。さてさて、今日は11月5日、この日はなんと、そしてもう一つ、いいリンゴの日でも
まる。でも最近はすっかり肌寒さが増してきて、リンゴっていうよりはこたつでみかんってか。こたつの魔力ってすごいですよね。どんな怖い人でもこたつに入ると眠っちゃうんじゃないでしょうか。こたつで寝るのってすっごく幸せですよね。私も一度寝ちゃうとなかなか起きられなくて、早く目を覚まさなきゃ。早く目を覚ませ、早く目をさ、早く目を覚まして、パク。そこにいちゃダメ。早く目を覚まさないと戻れなくなっちゃうよ。おい、それって一体。さあ、それでは今日のリクエスト曲いってみましょう。やっぱりおかしいよね。タクルさん、どうしたんですか？どうしたんですか？その、私がどうかしましたか？いや、なんでもないんだ。そうですか。その、ウキも部室だよな。はい。一緒に行こうか。違う、そんなんじゃない。あのさ、ちょっと聞いてほしいんだけど。ん？どうしたの？改ま…あのさ、実は…それって大丈夫？専門のお医者様に見てもらった方がいいかもしれないわね。うん。私はあんまり考えすぎない方がいいと思いますけどね。ほら。そうそう。女の子から手紙もらって舞い上がってるだけだろ。そうかな。あ、いや、もういいの？なあ、それに企画の話もしなくちゃならないし、いつまでも。それはそうだけど。それじゃあ改めて今後の活動についてだけど。それじゃあ当面の活動目標は渋谷復興祭のレポートっていうことでいいわね。
ぱり今日は体調が悪いってことにして別の日に伸ばしてもらおう。もう一回。せめて有村がいれば。はい。ちょっといい。なんですか？その。は？だから、青崎？青崎さん、知らない。てか、そんな人に？いませんよ、そんな子。そうだ。くそ。しておる。あ、いや、ちょっと。まあよい。さっきからずっと待っておるぞ。あ、そう。今なんて？待ち人じゃ。ほれ。あ。よかった。来てくれたんですね。待ってたんですよ、宮代先輩。前前先輩？
どうしたんですか、先輩。待った。お前なんでここに？もしかしてつけてきた？どっちだって同じだろ。な？は？聞こえないよ。はっきり言え。だから、気になるんだもん。気になるって、どうせ面白半分だろ。違うもん。そ、だったらどういうことだよ。トクはさ、ラブラブって。オッケーするんでしょ？しちゃうんだよね。それは。やっぱりそうなんだ。オッケーしちゃうんだ。それで、人前で堂々とイチャイチャしたり、放課後の学校でチューしちゃったりするんだ。お前、何言ってんだ。そりゃ、相手は学園一の美少女だし、断る理由なんてないよね。あのな、別に僕がどう返事しようが、お前には関係ないだろ。関係なくないもん。
それなのに、こんなの、いきなり出てきた女の子に取られちゃうなんて、そんなの。とにかく、ちょっと落ち着こう。待てて、ちゃんと話を。あれ？Thank you.
なんだよこれ、一体どうなってるんだ。ウキ、あれ？いや、今そんなことより、待てウキ、待って。え？
そうだ、ウキは？くそ、一体何なんだよ、何がどうなってんだよ。あっ、あなたは今妄想の渋谷にとら妄想のそこから脱出するには妄想の渋谷思考や願望をリアルブートする能力ディソードを持ってたよな。最近僕の周りで起こっているおかしな出来事、あれはお前のせい。ダメだ、本当のことを話すまでは。おい、そこ！あんただ、あんた。そこで何をして。え、いや。どうした？何かやましいことでもあるの？違いません。犯罪を犯す奴は大体そう言うんだ。犯罪？違う。話は署で聞かせてもらおう。さ、こっちへ来なさい。あんた、学生か？これ、壁法の制服です。ああ、なるほど。道理で。あ、おい！
る？どうしたの？そんなに…どうなのか…とにかく水でも飲んで落ち着きなさい。そうだよ、ここは渋谷じゃないって何度も。いや、やっぱ。ウキは？ウキちゃんがどうかしたの？ウキは部屋にいるのか？いえ、まだ帰ってないけど。ねえ、どうしたの、タクル？いや、別に。大丈夫だって。クルスが心配するようなことは何もない。本当にそれだけ？本当だって。だからここ。変なことじゃない。ウキちゃんに聞きたいことって、あの子もいろいろ苦労してるんだから。わかってるって。だったらいいけど。タクル？クルス。もうダメよ、そんなところで寝ちゃ。違う、僕は。はいはい、わかったから、こっちにいらっしゃい。お布団敷いてあげるから。ここで寝ちゃうより少しの時間でもちゃんと布団で寝た方が疲れも取れるからね。もう。はい。お布団、今朝干したばかりだから、ふかふかなはずよ。
電話。しつこいな。人がせっかく寝ようとしてるっていうのに。誰だよ一体。青崎夢。もし、もしもし、タク、聞こえてる？僕を呼ぶのは。聞いて、タクル。このままだと、あなたはずっと眠っ。クルス。お願いだから目を覚まし。なんで、電話は青崎。ダメだ。意識レベルがどんどん下がっている。このまま、そんな。もっと呼びかけ続けろ。もっとだ、今以上に。聞きなさい、タクル。あなたがいるのは現実じゃないの。現実の。お願いだよ、タク。思い出して。タクル。大切なものを失う自分は、自分の無力さを思い知りながら後悔に苛まれる自分は、彼女は俺にとってかけがえのない存在だった。次は宮代の番だ。よく切れるメスと麻酔薬を持ってきたが、それがなきゃひどく痛くて。人、なんだ、泣いて命乞いでもするか、お前。タクルさん、よかった、見つかった。あのユイちゃんは、邪魔するな。今いいところなんだよ。可愛い妹の死で絶望の淵にいる命を。
タクルさん、私、いやあれが、それじゃ今ウッキーダメです。それ以上は気づいちゃいけないです。この世界こそがあなたのタクル。どういうことだ。優しい家族、温かい友達、楽しいこと、嬉しいこと、幸せなことだけ。これが現実の渋谷、これがタクル。何が違うんですか。やっぱり、やっぱりここ現実なんかじゃない。やめて、お願いですからやめてください。ふき、どうしてなんですか。あなたさえ望めば。それなのにどうして。そんなこと言ったって、夢は夢で。覚めない方がいい夢だってあります。私は、あなたに、命に関わるような大きな怪我を負わせてしまいました。もしかしたら、二度と今までのような生活はできない。たとえ今、現実に戻ったとしても、その先、あなたを待つ。そんなの、生きてるって言えるんですか？生きてる意味があるんですか？そんなの無理ですよ。私には耐えられないです。だから私はこうして新しい世界を作った。このままこの世界にいた方がたくる。私だってその方が。
私のせいなんです。何もかも私…ウキ…私は…私はまだ小さかった頃、そこではたくさんの人たちがお祈りをしたり瞑想をしたりしていました。お父さんとお母さんはとても厳しい人で、私がどうしてそこ、ある日私はあの地下へと連れて行かれました。そしてその後すぐに、大きな両親の他には親戚は誰もいなくて、行くところのなくなってしまった私は、それも私にとっては当然の成り行きで、どうしてこんなことをしなければいけないのか、なんて疑問に思うことはありませんでした。いろいろとお世話をしていると、皆さんはその言葉を聞くととても嬉しくて、はあ、この人たちは私を必要と思ってくれてるんだ、私のことを頼ってくれてるんだ、そう思うととても温かい気持ちになれました。私は私の周りにいる人が幸せになってくれることが嬉しいんです。誰かに幸せになってほしい、誰かを幸せにしたい、ありがとう、私はきっとそのために生まれたんです。それなのに、なのに私のせいで、私はタクルさんを不幸にしてしまったんです。でもこの…だからお願い、僕を…はい、タクルさん、私が守りますから、あなたの幸せをずっと、はあ、そうだな、よかったです。そう、それでいいんです。おやすみなさい、タクルさん。素敵な夢を。